伊勢銀座振動商店街の内部伊勢銀座振動商店街は三重県伊勢市にあるアーケード商店街。愛称は新道。江戸時代に整備された振動2に沿って形成された商店街で戦前は歓楽街であった。伊勢市の中心市街地である山田の中央部に位置する伊勢市第一の商店街である。伊勢銀座振動商店街周辺の空中写真。 黄色のラインで囲んだ範囲が、伊勢銀座振動商店街。旧国道23号線の北側に並行して、形成されている。伊勢市駅は、画像を右下方向の枠外にある。1983年撮影の2枚を、合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。伊勢市宮丁目から大瀬古丁目まで。 東西方向に伸びる、総延長570メートルの商店街で、伊勢市最長の商店街である。東から順に、新道1番街、新道2番街、新道3番街と分けることがある。伊勢市駅からは500メートルほど離れている。店舗は2013年現在69軒あるが、最盛期には130軒存在した。食料品や五複雑貨を扱う商店が多い。 大型店が、中心市街地から撤退したことや、街中の活気を取り戻すためには、食料品店が必要であると伊勢、銀座振動商店街振興組合は考えている。2020年2月現在の伊勢、銀座振動商店街振興組合理事長は、河村武彦が務めている。宇治山田空襲後の新道地区伊勢、銀座振動商店街のある、振動2は、 春年小町の薬商であった松原西部が山田西部と二見街道を結ぶために季節道路に加えて延長131件5尺5寸幅2件の道路を新設することを文政10年に提案し山田の住民の協力を得て同年末に完成したものであるそれ以前の完成初期に同じ目的で 山田奉行のの一式技教が中川原から川崎に至る道路を建設する計画を立てたことがあったが、失敗している。当時の伊勢の中心商店街は、伊勢三宮街道沿いの妖怪市場町、市市久保町にあった。1897年に、新道2の東端に、三宮鉄道山田駅が開業すると、駅と山田西部を結ぶ道路として、人々の往来が増加し、 伊勢三宮街道沿いの古市に変わる、観楽街、繁華街に成長した。映画館の世界観も、新道2の近くに位置していた。当時の中心商店街は、伊勢三宮街道沿いから、伊勢高柳商店街や裏の橋商店街に移動した。第二次世界大戦中の宇治山田空襲により、被災した後、新道2は、商店街として再生する。 伊勢市駅は交通の結節点として地位が確立し、伊勢市内外からの買い物客は伊勢市駅からの徒歩圏内に集約された。商店街はアーケードや駐車場の整備、カラー歩道化など環境整備を進め、伊勢市で一番の商店街となった。これに伴い高柳や裏の橋の商店街は、旧来からの顧客に支えられた買い回り商店街へ変化し、 伊勢三宮街道沿いの商店は、新道商店街へ移るものが少なくなかった。1979年時点で、新道商店街の地下は、伊勢市駅前、宇治山田駅前に次いで、伊勢市内で3番目に高い一坪90万円であり、地理学者の脇田武光は、アーケード街のスマートな買い物中心地と評した。しかし、伊勢市駅前に、 大型店が完成したことや郊外化が進んだことにより、伊勢銀座新道商店街の地位は低下していった。以降新道商店街では、様々な活性化の活動に取り組んでいる。2013年は、第62回神宮式年仙宮でお祓い待ちや、おかげ横丁、月給参道が賑わった一方で、伊勢銀座新道商店街は恩恵を受けておらず、閑散とした状況である。 三重県立伊勢高等学校美術部によるシャッターアート2003年3月23日にタウンマネージメント機関の一環で閉館した世界観を利用して伊勢銀座振動商店街振興組合の運営による4つの食料品店が出店する桜市場を開設した。同年、秋店舗を利用したチャレンジショップを設け出店を呼びかけたところ、 銀レンドアクセサリーの教室と販売を行う事業所が出展し、20代から30代の若い客が商店街に来るようになった。2011年9月に商店街のある宮に滞在したこともある。松尾芭蕉が伊勢を読んだ俳句22句をプレートとしてアーケードの柱に掲げ、観光客の誘致を目指す活動を行った。制作費は伊勢商工会議所の補助金を活用した。 2013年11月17日には、工学館大学のサークルとの共催で、ビブリオバトルを商店街内で開催した。伊勢の夜祭りは、伊勢銀座新道商店街で開かれる催しであり、2013年で第13回を迎える。縁日や物産展、大学生によるイベントなどが行われる。2013年の第13回は、式年遷宮に合わせて、 ミニ放映者や、お城石などの戦宮行事に関連した展示や、子供木ありの披露が行われた。伊勢銀座振動商店街では、以下の作品のロケーション撮影が行われた。ありがとうございます。